どうも、石川です。はい、これより登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東海、北陸ブロック、静岡、愛知、岐阜、三重、石川、富山の2020年度の問61から問70の過去問について解説をしていきたいと思いますので、過去問についてはですね、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問61番ですね。消化器系に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず、A なんですが、口腔においては、咀嚼による機械的消化は行われるが、消化酵素の作用による化学的消化は、行われないよとありますけど、咀嚼、口腔、口の中ですね。口の中には唾液が入っておりましたので、唾液のとこには唾液アミラーゼという消化酵素が入っておりましたので、このあたりは、化学的消化のところになりますので、行われないではなく行われておりますので、A は誤りとなります。はい、そして B は大丈夫でしょうか。ここは正解ですけど、特にエナメル質と象牙質のところ、よく逆に引っ掛けてきたりしますので、気をつけておきましょう。はい。それから C です。胃は中身が、空の状態では扁平に縮んでいるが、食道から内容物が送られてくると、その刺激に反応して胃壁の平滑筋が収縮して溶石が広がりますよと言ってるんですけど、収縮してしまうと溶石はこうギューッとなってくるので小さくなるイメージをとっておいていただくと今いいと思います。なのでここ収縮ではなく弛緩、緩んできます。緩むので、胃の溶石が大きくなってきますので C は誤りとなります。はい。そして D は正解なので、3番の B と D が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い62番です。消化と代謝に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A は大丈夫でしょうか。胆のうは、肝臓で産生された胆汁を濃縮しますよ。これは正解なんですけど、例えば試験では胆のうは胆汁を産生してますよ、作ってますよとかって聞いてくるので、それは誤りになっちゃいますから、特にこのあたり、自分引っかかんないかなとかっていうのを思いながらですね、ぜひキーワード拾いながら、チェックしていただくといいかなと思います。ということで A は正解ですね。それから B ですね。アルコールは吸収されるとアセトアルデヒドに代謝された後、さらに代謝されて酢酸となりますよ。これ正解なんですけど、ここもアセトアルデヒドと酢酸。アセトアルデヒドと酢酸を逆に効いてくることがありますので、特にこのあたりの関係性気をつけといてあげてください。アセトアルデヒドは、特に体の中では、すごく毒性が高いので、なのでそれが体の中に溜まったりすると、頭が痛いとか、気持ち悪いとか、そういったいわゆる二日酔いの、原因になる物質ですので、そのあたり気をつけていきましょうね。はい、ということで B は正解。それから C です。アミノ酸が分解された場合などに生成する、尿素は、体内に滞留すると有害な物質であり、そして、肝臓においてアンモニアへと代謝されますよとあるんですけど、これ×ですね。何かというとアンモニアと尿素を逆になっちゃいます。アミノ酸を分解するとアンモニアというものなんですけど、アンモニアは毒性が高いので、無毒性の、尿素というものに変えていきます。ということでここの関係性もすごく重要となりますので気をつけておいてください。さらに、この尿素というところを例えば尿酸ですよということで引っ掛けてくることもありますので、このあたりも気をつけておきましょう。尿酸とかは痛風の原因になるような、物質になりますので、よく健康診断とかで、このあたりの数値気にされる方も多くいらっしゃるかなと思いますので、尿素と尿酸、ちょっとまた別の物質になっちゃいますので気をつけておいてあげてください。はい、では次行きましょう。今度は D です。膵臓は炭水化物及び脂質を消化する酵素の供給を担っているが、タンパク質を消化する酵素の供給には関与しないよとあるんですけど、これ
違います。関与しますので、なので、膵臓の膵液というものはですね、三大栄養素を分解する消化酵素の供給に大きく、関係してくる、臓器になりますから、ということで、そんな、D は誤りとなります。ということで、問い2番は1番が正解でした。はい、大丈夫でしょうか？では次行きましょう。ちょっと早めに行きますよ。問い3番です。栄養分とその栄養分を分解する消化酵素との関係の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら、ごめんなさいね、問い3番、問い63番ですね。ごめんなさい。問い63番は、答えは3番が正解となります。はい、まずはですね、でんぷんは、を分解するのはリパーゼではないですよね。リパーゼは脂質を分解する消化酵素になりますので、なのでここですね、ちょっと関係性書いてみました。皆さん大丈夫でしょうか？この脂質、それから、ごめんなさいね、糖質、脂質、タンパク質というところで、糖質はデンプンとか、あとは、炭水化物とかって言ったりしますので、まずはそのあたり。で、その糖質を分解する、デンプンを分解する消化酵素としては、唾液アミラーゼ、プチアリンとも言っておりました。なので、このあたりも大丈夫でしょうか。唾液アミラーゼ、プチアリンと言ってます。あとは、水液、ただのアミラーゼっていうこともありますので、なので、アミラーゼですね。が、デンプンを分解する消化酵素でしたし、それから脂質は、リパーゼとか。あとは、ちょっとこれカッコで書きましたけど、これ消化酵素ではなくて、でも、この胆汁酸、胆汁の中に含まれている胆汁酸というのは、脂質の消化に関与する、物質になりますので、ちょっとここをカッコで入れさせていただきました。はい、それから、タンパク質を分解する消化酵素に関しては、ペプシノーゲンが胃酸の働きによってペプシンになることによってタンパク質を分解していきますし、それからトリプシノーゲンも、エンテロキナーゼまでは覚えなくていいんですけど、酵素の働きによってトリプシンに変わることによって、これもタンパク質の消化に関係してきます。あとはエレプシンもタンパク質の消化に関係してきますので、なのでまずは押さえとかなくちゃいけない消化酵素、ここにちょっと一覧まとめてみましたので、ぜひぜひもう一度頭の整理をしといてあげてください。はい、それを踏まえていくと、デンプンは、これリパーゼ、リパーゼはこれは脂質を分解する消化酵素になりますし、それから C の、脂質はペプシン。このペプシンというのは、こちらですよね、タンパク質、を分解する消化酵素になりますから、はい、ということで、このあたりもですね、十分に、気をつけておいてあげてください。はい、大丈夫でしょうか？ということで、問い3番は3番が正解となりました。では次行きましょう。問い4番です。心臓に関する記述について、括弧内にいるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、このあたりもちょっとややこしいですよね。ということで、ちょっと簡単に、まとめてみました。まずは心臓なんですけど、ハトマークちょっと書かせていただきました。ね、もちろん解剖生理学とかってちゃんとした学問を勉強していくと、このハートで書いてたらね、ちょっとね、怒られちゃうかもしれないんですけど、でも、十分ですよ、これで。ね。で、まずは、心臓って4つの部屋があるんですよ。そうなんですよ。4つの部屋があって、そして、それぞれの4つの部屋には名前がついております。特に間違いやすいのは、右と左ですね。右と左です。ごめんなさいね。ちょっとちっちゃくてごめんなさい。書くスペースなかったんでごめんなさいね。右と左でちょっとちっちゃいです。ね、ちっちゃくてごめんなさいね。で、右と左で、まずは皆さんから見て逆になるので、そこがややこしいですよね。なので、自分の心臓じゃなくて、他人の心臓を見てるんだなと思ってください。なので、例えば私の心臓で、私今ここ手振ってるのはこっちは、私は、これは右手です。右手なので、私の心臓はこっち側、右側になりますから、こっち側右になりますし、そしてこっち側、今ペン持ってる方は左側になりますから、こっちが左になります。
ので、右と左はこんな関係性になります。そして上が房、下が室です。房という字は狭い部屋を意味しておりますし、そして室は広い部屋を意味しておりますので、下の方は広いです。なんでかって言ったら、心臓の下の方から血液をドカーンと送り出しますので、なので、上のところは血液が入ってきます。そして下のところから心臓をドカーンと送り出しますので、大きな部屋に血液たくさん入れてドーンと送り出した方が効率がいいので、なので、そういった意味では上は狭くて下は広い部屋になっております。はい、で、そんな心臓を真ん中でザクッと切ります。バサッと切って。バサッと切って左側はこっち。そして、右側はこっち。ただ右側なんですけど、ここの絵、棒と質はちょっと逆に、書かせていただいております。ちょっと便宜上逆に書かせていただいてますので、注意をしといてください。それで、ここ上と下逆に書かせていただいてます。そして、肺と全身の関係性を見ていただきますと、こんな感じ。左側ですね、左心房、左心室に関しては、肺から入ってきた血液を、今度は全身に送って、そして全身から入ってきた血液は、右側の、右心房、それから右心室のところから肺に血液を送ってますので、まずはこの関係性を押さえておきましょう。大丈夫でしょうか？はい。で、それを踏まえた上で、見ていくと、文章。心臓の、内部は上部左右の心房、下部左右の心室の4つの、空洞に分かれておりますよ。そして、全身から集まってきた、血液は、A ですね。右心房に入り、そして、何とかから、血液を、肺へ送り出しますよということで、右心室からですね、右心室から肺に血液を送ってます。はい、そして肺でのガス交換を行われた血液は肺で、酸素たくさん取り入れて、そして二酸化炭素を体で消費したものを出していきます。で、そんなガス交換を行われた血液は、こちら、左側の、左心房ですね。左心房に入り、そして、左心室から全身に血液を送りますよというところになりますので、ここのところの関係性大丈夫でしょうか？はい。ということで、ぜひ、こんな絵とかパパパパッと描いていただくと、ね、このあたりのところすぐに通過できるかと思いますので、ぜひ右と左間違えずに、そしてごめんなさい、ここは上下逆に描かせていただいております。ただ、これがちゃんと描ければ、この肺が上、全身が下とかっていう絵がちゃんと描ければ、ここのところ迷わずに突破することできますので、ぜひ、こう、文字で覚えようとなると、イメージしづらいし、間違えやすいので、ぜひ絵とかを描いていただいて、こんな絵描くのはですね、試験の本当にもう10秒20秒ぐらいで描けます。で、それで10秒20秒はもったいなくありませんので、ぜひそういったものをですね、こう空いてる余白のところにどんどん描いていただいて、そして迷わずにですね、回答できるようにしてあげてください。はい、ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけど、ここのところ、答えは、5番、問い4ですね。あの、まだ言ってなかったです。問い64番ですね。問い64番は5番が正解となりました。はい、ということで、次行きましょう。問い65番です。赤血球に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。まず A ですけど、赤血球は副腎髄質で産生されるが、赤血球の数が少なすぎたりということで、赤血球というのは副腎髄質、副腎髄質はホルモンとかを作っていましたので、アドレナリンとかノルアドレナリンとかを産生しておりましたから、なので、この赤血球は、違いますよね。これは、赤血球は骨髄とかで作ってますよね。なので、ここのところ間違えないようにしておいてあげてください。なんか髄とかっていうところで引っかかっちゃいますので気をつけておきましょう。はい。ということで A は誤り。それから B ですね。B は赤血球に含まれるヘモグロビンは銅と結合したというところで銅ではありません。これは鉄と結合したタンパク質でということで、これ銅ではなく鉄となりますので、ここ B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解ですので、これ答えは1番が正解となりました。はい、では大丈夫でしょうか。
はい、では次行きましょう。問い66番です。はい、泌尿器系に関する記述のうち正しいものはどれかということで、正しいのは2番が正しくなっております。はい、まず1番です。腎臓には心臓から排出された血液の約 5%、 ちょっと少ないですね、これ5分の1から4分の1というところだったと思いますので、1番は誤りとなります。はい、で2番は正解ですね。腎臓のところはビタミン D、大きく関係してきます。ビタミン D は、カルシウムの吸収に関係してきますので、骨の形成とかに関係しておりましたよね。はい、ということで2番が正解。そして3番、自律神経系に関するアドレナリンとノルアドレナリンは副腎皮質じゃなかったでしたね。副腎髄質でしたので3番誤り。そして4番、膀胱の排尿菌は、交感神経系ではなく、これ副交感神経系となりますので、活発になると収縮して、排尿菌なんでね、ギューッと絞り出す周りのところにあるものでしたので、排尿菌が、収縮するとおしっこ出やすくなりますので、これ交感神経系ではなく副交感神経系となりますので気をつけておきましょう。はい、ということで問66番は2番が正解となりました。はい、では次問67番です。目に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。全部正解ですね。特に A と B は大事だと思います。それから C ですね、ちょっと気をつけといてあげてください。光を受容する細胞と色を識別する細胞、わずかな光でも敏感に反応する2種類の、細胞があるんだよというところですね。このあたり私たち、目のところの仕組みしっかりともう一度確認しておきましょう。はい、ということで、ここもですね、よくいろんな引っ掛け問題出てきますので、特に、B の交際、それからですね、C のところですね、ここ遠近の終点調節をしている毛様体とかね、このあたりもですね、ややこしくなってきますので、しっかりと確認しておいてあげてくださいね。はい、ということで問67番は、5番が正解となります。はい、では次行きましょう。問68番です。鼻と耳に関する記述のうち誤っているものはどれでしょうかということで、誤っているのは4番が誤っておりますね。はい、4番なんですけど、乗り物酔いは、乗り物に乗っている時に、反復される加速度刺激や動揺によってと、そして平衡感覚が混乱して生じる体の変調であり、その平衡感覚は蝸牛内部のリンパ液の動きにより感知されておりますよということで、これ蝸牛というのは渦巻き型をしている、カタツムリの殻みたいな形をしている、聴覚器官でしたので、なので今回ここでは、こう加速度とか、それから平行とかを感知しているのは、これは前提となりますので、なので、ここ蝸牛内部ではなく前提の内部のリンパ液の動きによってというところになりますので、4番が誤っている内容となります。はい、では大丈夫でしょうか。次、問69番に進んでいきます。外皮系に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解、 B ですね。 B は皮膚組織が紫外線にさらされると、メラニン産生細胞、メラノサイトが活性化されてメラニン色素の過剰な産生が起こり、シミやそばかすとして沈着することがあるが、皮膚組織が損傷を受けて、そして炎症を生じることはないよということなんですけど、生じることがありますので、 B は誤りとなります。はい、あとは C は大丈夫でしょうか。このあたりもですね、コラーゲンとかフィブリリンとかエラスチンとか、タンパク質だったりとか、このあたりもですね気をつけておいてあげてくださいね。それから D のアポクリン線、エクリン線もここも引っかかりますので、しっかりと関係性確認しておいてあげてください。はい、ということで問69番は2番が正解となりました。はい、では最後ですね。問70番です。骨格系と筋組織に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B 正解ですね。それから C です。C は、腱は筋細胞と結合組織からできており、伸縮性がない、あまりないよとありますけど、筋組織ではなく、これ結合組織のみから、形成されているので、伸縮性があまりありませんということで、 C は誤りとなります。はい、それから D、 骨格筋は髄筋とでありと、
そして、筋繊維に、横縞模様があるが、平滑筋と心筋は付随筋であり、筋繊維に、骨格筋のような横縞模様がないよとあるんですけど、確かに横縞模様は平滑筋はないです。そうなんですよ。平滑筋は横縞模様ないです。ただ、心筋は比較的力強い筋肉なので、横縞模様が存在しておりますから、D はそのあたりが誤りとなります。はい。特にここの第2章に関しては、やはり臓器とかをしっかりとイメージしていただくことが重要となります。あとは消化酵素、このあたりも三大栄養素を分解する消化酵素とかがすごくややこしくなっておりますので、しっかりとこのあたりもですね、ノートなどとか、あとは、皆さんの問題集とか、参考書とかね、そういったところの片隅とかに、しっかりと書いて、まとめて、イメージできるようにしておいてあげてください。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、下の LINE アットなどに登録していただきますと、質問など、いろいろお受けしたいと思っておりますので、ぜひぜひご活用いただければと思います。はい。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。